絶対に不潔じゃなくなるから。いやこれがダメなんだよ、このもっさもさが、ここ、これが不潔の原因だと思う。それがなければ最高。部屋の汚さって知らないやつにも不潔だねって言われるもん。ねえねえ、リスナー来ねえんだけど、なんなの、はあ、僕今2万ぐらいもらえると思ってたわ。2万ぐらいもらえるかと思ってた。いきなり深瀬ちゃんがリア凸しますって言って、まあせいぜい2万ぐらいもらえるかなと思ってたけど、ブレスキアだよ、臭いから。深瀬ちゃん臭いからブレスキア。15歳に求めてねえよ。ブレスキアマジ嬉しかったから。でブレスキアのおかげでね、すっきりした。アンネちゃんに嫌われなくて済みそう。いやフックありがとう、マジでアンネちゃんに嫌われなくて済みそうだわ。髪の毛伸ばさない、ショートカットにするからね。まあ急すぎたごめんね。てか今日平日じゃん。平日ってことは大人来ないじゃん。そうだわ。普通になんかあれだね、なんかゲーセンとか行って一人で遊んどけばよかった、はあ、ゲーセンとかに行ってね、ほんと危ないよね。これでも配信やめたら逆に危なくない？深瀬ちゃん今まで見てたよ。あ、ちょやばい、ちょ充電しよう。深瀬ちゃん今まで見てたよ。やっと配信止めてくれたね。今からと2人のオフ会だねとか言って来そうじゃん。だから2時まで配信やめちゃいけないんだよ。これ配信やめた途端来るやつがいるから。何口にいるの？だからここだって西口だよ、西口。あの小田急の喫煙所だよ。もう早く喫煙所行きて。西口にいるんだよ。え、アンネ深瀬とのツーショット、え、アンネちゃんとツーショット撮った記憶がねえんだけど。そこでツイキャスやってんのはず。もう恥ずかしいもクソもないだろ。原宿で一番ダサかったんだから、原宿で一番ダサかったんだから、もう恥ずかしいもクソもないよ。なんでアルタ前がいいの？座ってるよ、だ疲れたもん。なんで立って突末しなきゃいけないの？僕本当はヤマダ電機のね、ラビのマッサージチェアにずっといるつもりだった。アンネちゃんどこいるか知らねえよ。一緒に泊まってくれなかったから。でも隅っこに走ってるから、こう隅っこだから大丈夫ですよ。隅っこだから、隅っこ暮らしだから僕は。熊はもともとだよ。靴ね、靴やばいよね、この靴。いやこれ血なんだぜ。中学の時に鼻血出して、中学の時に鼻血出してさ、なんかそれがついたまま落ちないんだよ。中学の話しねえよ、不謹慎な話しかないから。
いや、いい靴あんだけどさ、なんかさ、合わないんだよ、服と。服と合わない。だって中学の時ってさ、そんなだよ。そんななんか、その靴はすぐすよ。ヒールとか履けないし。だってまずさ、外に出てなかったんだ、今まで。だからさ、別に靴とか履かなかったから。なんか、祖母がなんか、なんて言うんだろう、タイツとかに合わせて、なんかワンピースとかに合わせてくる。なんか靴を買ってくんだよ。なんかヒールのヒールじゃないバージョンみたいな、ヒールがないね、パンプスみたいなの買ってくんだけど、そんな服着ないからさ、僕は。でなんかワンピースとかも親が買ってくんだけど、結局それでね、なんかそれで外出ないからさ、僕中学校の時ね、なんかね、ドキュンと絡んでたからね、なんか一番強い存在でいようと思ってたから、一番強い存在でいようと思ってて、でなんかその一番強い存在になれるにはどうすればいいのかと思ったら、ドキュンとつるむっていうね、なんかね、思考でドキュンとずっといたから、うん、そう、カスナのキャラだからね、でもドッキュンね、やりまんじゃないんだよ、意外に。あ、でも今はやりまんだね。中学生の頃とか高校生の時はのドッキュンって、いや僕の治安とこの治安が良かったのか知らないけど、やりまんがいなかった。いや僕に内緒だっただけかもしんないけどね、よくわかんない。そこはね、そこまで仲良くなかったかも、そこを知られてるのが初体験もあったよ。うん、男じゃない、最近いつセックスした、してねえ。なんかそこまで友達じゃなかったんだね、じゃあ。いや普通さ言うくない、処女終わってんだみたいな。僕なら言うんだけどな。地面にベタ座りしてるよ。ね、青のフラッグって何なの？またイベントやってんの？ツイキャス。新宿近いから行こうかな。早く来いよ。2時までだぞ。2時までだから。このマスクはリスナーが来たらジロ送ったから、僕ジロ送ったから、あれなんだよ。臭いなと思わせないように。あとアンネちゃんにも臭いなと思われないようにつけてる。ツイキャスやめてタクスタに戻って。なんでだよ。ブレスキアもう一回食おう。うめえな、ブレスキア。ブレスキアクソうめえ。髪の毛本物だよ。でもこれ自分で切ってるからさ、西口、いやディレタン来たらマジでディレタンと遊ぼうかな、普通に。恵比寿復活したの？嘘。
恵比寿復活したのツイキャス、これ僕のおかげだからね。僕が運営に、僕が運営にね、あの恵比寿さんを復活させてくださいってお願いしたんだよ。恵比寿と僕仲いいから普通に。いや散髪屋で十分だっつーの。今日の服そう、僕のせいでバンされだから、恵比寿に ツイキャスに化粧なんかしてねえよ。化粧してたらこのクマ隠れてんだろ。髪切るの上手くないでしょ。ここデロンデロンだよ。この服なんかどっかの古着で買った。そう、僕のせいでバンされたから、いや僕と恵比寿あれは本当はウィンウィンだったってなって、あれはさ、配信者のただの喧嘩突で、なんか別になんか泣かされたとかそういうのとか、なんかあいつだってさ、何でバンされたか知らないけど、僕の配信のせいってのは分かってたから、なあれはさ、配信としてさ、お前らが面白かったらいいじゃん。僕は確かに傷ついた部分だってあったし、あの時は悲しかったけど、あの時はね、あの時はガチだったけど、僕から喧嘩突って言ってるのに、なんで恵比寿がバンされなきゃいけないのと思ったの。で僕からさ、喧嘩をふっかけてんじゃん。これは正論でしょ。僕から喧嘩ふっかけてんのに、なんで恵比寿がバンされなきゃいけないのって。むしろそのバンされるの僕の方じゃないのかっていうのをずっと考えてたんだよ。で、だからなんで恵比寿が、で恵比寿に DM したんだよ。もう吹っ切れたから、もう吹っ切れた、僕はお前に言われたこと全部吹っ切れたから、恵比寿ツイキャスもう一回戦おうぜって言って、でも僕はもう傷つかないメンタル持ってるから、あれだけ言われてって、だから言われてとかじゃなくて、喧嘩突ってそういうもんじゃん。新宿駅でさまよってる。慶応だよ、慶応、慶応だから。いやディレタン来たらやめるからね。ディレタン来たらやめるから、新宿駅着いたらツイッターに着いたよって言って、でもねここら辺の喫煙所にいるから、どうせ案外普通のこと言ってて、当たり前でしょ。だってさ、普通に考えて、いやフォロワーが来るから普通にフォロワーと喋るわ。だってどうせ来ないじゃん、配信しててもつまんねえじゃん。パコって嫌だよ。いやそれさ、それお前配信、その YouTube に上がってて僕の援護してるやつは全部クソだと思うよ。だって僕からさ、喧嘩とつまちってふっかけてんのにさ、なんで恵比寿なんかさ、恵比寿のあの言い方うざいっていうのはわかるよ。あのさ、なんのマシンガントークね、あれはカチンと来るやつはいるとは思うけど、僕から喧嘩とつってふっかけて、あいつだってそういうキャラで売ってるわけなんだから、僕もキャラで売ってるわけなんだから、そのキャラとキャラがいいようにうまくいって、あれ最高の神回じゃない？なのにさ、僕がさ、かわいそうだとかさ、そういうのってさ、何、自分がさ、そういう女とかそういう心の持ち主だと思われたいのって。そう、ガキ多すぎなんだよ。普通にあれは深瀬ざまーって笑っていいとこなのにさ、あれはさ、完全に深瀬殺しだから、泣いたのはキャラじゃない。だからそういうメンタルの弱さも含めての喧嘩突だったんだ。あれは僕のメンタルの弱さで、何言われても多分泣くだろうなって僕も分かってた上での喧嘩突だったし、僕なんかディスりどころ満載なのにさ、何言われたって、だって常にさ、ツイキャスのこのコメントでさえさ、キモいブスとか言われてさ、傷ついてんのにさ、なんでさ、喧嘩突町って やってる上でさ、僕が援護されなきゃいけないのって。バカなんだよ、お前ら死ねよマジでよ。僕援護してるやつ全員な、頭悪いんだよ。
あのね、ボクボクボクアホっていうやつはね、あのボクキャラの、ボクキャラの、ボクキャラのナンバーワンだから僕は。つまりでこのさ、ハギノなのって言ってんのもどうせ YouTube 見てハギノって言われて僕がキレてた動画を見てハギノなのって言ってるだけでしょ。恥ずかしいよお前が。言っとくけど普通に面接とかの時は私って言ってますからね僕は。お前らが僕っ子萌えとか言うから僕って言ってるだけで。そう全部キャラだから、深瀬はネオニート役だけだから、深瀬はネオニート役の小島深瀬ちゃんだから、わかる？お前らは普通に遊んどけばいいんだよ。これ見て面白いな、母面白いな、気持ち悪いなって思っておけばいいんだよ。本当は普通の人なんだよ。そうなんだよ、本当は普通の人なんだよ。別にそれでいいじゃん。もうそれ以上踏み入れてこないでほしいね。DM かリプライしてくれたらさ、新宿にいるからさ、2時までな、2時まで、2時終わったら帰るかな。でもそれ以上ちゃんとカンパ持ってこいよ。バイバーイ。